かきくけコミカルテクニカル差し捨て素足差し伸び足立ち捨て飛ばした今夜の挑戦状今夜プロフェッサークローバーからローズをいただきに参上するシャドウジョーカー怪盗ジョーカー何濡れ乗り込め世界地図ハヒフヘ香港パリドバイマニムメモスクワニューヨークヤイユエ横浜エルサレムあーアラカタブラブラブラ魔法でソーセージあー見破れトリックなごときお宝頂戴いたしますオルゴワンラララお茶の子サイサイダイヤのハイハイお手の物半端ない頭くるくる回転まさかのピンチも大逆転ラララお茶の子サイサイあいつのハートもお手の物ミラクルクルクルおっぴらけ暗号解読怪盗少年おいしっかりしろなんで俺がこんなこといたぞ怪盗の村ジョーカー撃退砲だメカも。何？どうやらピンチみたいじゃない？抜け駆けするとはね。クイーン、スペード。さ、脱出するよ。ジョーカーさん、こっちって。待て、怪盗だ。ジョーカーめ。でもどうして奴らがここに？時を操る魔女その命燃え尽きる前にその力でこの世界から全ての宝をこの手にするフハハハハハ長き夜の終わり世界中から集まった怪盗対策のプロが警備する中プロフェッサークローバーが予告通りノルニルの砂時計を盗み出しましたこのまま全世界の秘宝がプロフェッサーに奪われてしまうのか、はあ、これはもうハラハラドキドキというより怪盗がいらなくなってしまう展開だそんなさせねえよおじいちゃんの仇は絶対に取るわでもあんな力があったなどんな攻撃も役に立ちませんよ時を操る魔女がいる限り無敵だローズは操られてるだけだじゃあどうするの俺たちは怪盗だローズをプロフェッサークローバーから奪ってみせるでもどこにいるのか居場所なら知ってるぜシャドウダメっすよ休んでないとうるせえ助けてほしいなんて言った覚えはねえもう何やってんすかジョーカーさんいやだって生意気だからてめえで奴らはどこにいるんだ自由の女神だそこにローズのための研究施設があるローズはあの時に力を使い果たして眠ったまま目覚めなかったそんな俺たちのところに奴が現れた。ローズを救いたいだろうと。そして俺は知った。麻酔症に先祖の魔女たちの力が封印されていること。その失われた三つの麻酔症を集めて、カイロスの杖の力を分け与えれば、ローズが目覚めることを。だから俺は、ローズの力を狙っていた奴らを利用してやろうと。それでクローバーと。ああ。麻酔症を集めるためにな俺はローズを目覚めさせることができればよかったでも奴は世界中の宝を手に入れるためだったそんなことはさせない俺がローズを取り戻すお前だけを行かせるつもりはないぜ師匠の仇は取るプロフェッサーに借りがあるのは私たちも同じよてめえらの助けなんかいらねえバカ野郎んなこと言ってる場合か力を使い切ったらローズの命が危ないんだろ
ジャック。ローズには、助けられた借りがあるからな。自由の女神。あそこに。右手だ。純金の松明の中に施設がある。作戦開始だ。貴様との決着はローズを取り戻してからだ。俺たちは怪盗だ。必ずローズをプロフェッサークローバーから奪ってみせる。け、怪盗か。だったらその奇跡とやらを見せてもらうぜ。空中では身動きが取れない。なのか、プロフェッサー。お前の相手は僕たちだ。そっちは任せたぜ。こたたしい真似を撃ち落とせ。このままでは船が。構わない、接近してアンカー発射だ。乗り込むぞクイーン。オッケー。奴らが乗り込んできました。いい度胸、迎え撃て。プロフェッサーはどこ。警備が厳重なところを目指すんだ。怪盗ども、この先は行かせんぞ。邪魔よ。あいつちょっと。これがかすり傷です。先を急ぐわよ。グラッティレイ。何ここは。プロフェッサーのコレクションか。全部砂時計ですよ。これはまさかクロノスの王冠。どうしてこんなところに。そんな奴があの船を。スペード、どうしたの。ダークアイ、ロコを頼む。スペード様。君がツインサンダーシャークに連れて帰って治療してくれ。頼む。スペード様。ロコ。うん。どうかご無事で。ようこそ怪盗ども。答えろプロフェッサー。なぜお前がクロノスの王冠を。まさか。その通りだ。お前の両親を殺し奪ったものだ。そしてこのエメラルドの砂時計はクイーン。お前の国を滅ぼし手に入れたものだ。ですって。そんな嘘よ。すべてがプロフェッサーに繋がっていたのか。プロフェッサークローバー、よくも。僕らの借りをたった今返す。いい顔だ。憎しみの豪華で自らを滅ぼすがいい。ローズ、これで操られているんだ。私に触るな、怪盗ども。あれを外さないと。はい。
フェッサーの邪魔はさせない。います。作戦成功だぜローズ。俺だ、シアンだ。シアン、そこまでだ。誰だ。ナイスショット。プロフェッサー覚悟。お前はプロフェッサークローバー。そんな、お前はダウト。褒めてあげるわ。でももうおしまい。世界をプロフェッサー様の手に。驚いたかね、怪盗諸君。どうしてお前が。スペード、クリーン。お前たちの仲間は死んだ。いい顔だな。恨むがいい、呪うがいい。自分の部下たちまで、なぜだ。全てを手に入れた私にとって組織は容器。世界を掴む力を手にした私を羨むがいい、怪盗ども。ちっとも羨ましくね。何？そんな力に頼って手に入れたお宝なんて何の価値もね。強がりよ。お宝ってのはな、真剣勝負で手に入れてこそ輝くもんなんだ。誰もとも。では魔女の魂をいただく。ローズ、やめろ。動くな。少しでも動けばお前たちの大切なものが一瞬で消えるぞ。何だと。見ろ。硫酸だ。鉄でも簡単に溶かす液体だ。邪魔をすればこの硫酸がローズに降り注ぐことになる。ローズ。魂はいただいた。聞いてくれプロフェッサー。俺のことはいい、ローズだけは助けてくれ。ローズは何も悪くない。俺みたいな悪党じゃないんだ。シャドウ、真っ黒な影は俺一人でいい。だからローズを、ローズだけは助けてくれ。頼む。そうか、それほどまで感動的だな、シャドウ。ローズ、ローズにだけは太陽のように笑って生きてほしいんだ。そうか、分かったよシャドウ。そんなに大切ならば仲良く二人であの世へ行くがいい。シャドウ、ロベスさん、お前だけは絶対許さねえ。許してもらう必要などない。ジョーカーさん、動くなと言っただろう。プロフェッサー、よくも騙してくれたわね。バルーンガムがなければ危なかった。クイー、スペード。ダウトめ、しくじったか。まあいい、どちらにしても消えてもらうだけだ。させるかよ。くらえ、エブレムファイヤー、スリーカード。
やれやれ、何人集まっても芸のない力押しか。この杖の前では全てが無意味だ。ハハハハハハハ。こんなに誰かを倒したいと思ったことはないプロフェッサー。光栄だな。アイスショックスペード甘いと言っただろ。ハチ踊る。全く頼りになる仲間たちじゃないか。素晴らしい夜だ。世界はこの私のものだ。その杖を持っている間だけはな。何？もうすぐあんたはその杖を手放せ。そうなっても笑っていられるかな。ハッタリだ。シャドウ、まだ動けるよな。あいつから杖を盗むぞ。盗むだと？奇跡でも起きない限り近づくこともできない。あれを見ろ。まさか。お前と俺、二人もジョーカーがいるんだ。奇跡ぐらい起こしてやろうぜ。くれプロフェッサー。何かと思えばバカの一つ覚えか。ベラッティレイ。無駄だ無駄だ。どこを狙っている。杖の力を使うまでだ。無駄だと言っているのが分からんのか。もう力が。フィナーレか。まず魂を失った魔女の最後を見るがいい。そしてお前らも虫けらのように死ね。ローゼシューティングスター、ブラッシーレイン。何？うっ、ローズ。シャドウ。ローズ。お兄ちゃん。ああそうだ、シアンだ。お兄ちゃん、今まで私。よかった、ローズ。まさか、これ、私の力で。お前のせいじゃない。でも。いいんだ、お前が無事なら。お兄ちゃん。よかったな、ローズ、シアン。ジョーカー。ジャック。ジャック？俺のことを覚えてるか、ローズ。まるで双子みたい。あの時と同じね。双子か。そっか、ジャック、ジョーカーになったんだね。ああ、怪盗ジョーカーだ。まずい、崩れるぞ。おお捕まってろ。お兄ちゃん、バルーンガム全部使っちまった。飛び移れ！師匠！
そうじゃったか。プロフェッサー・クローバーをお前たちが倒したのか。ジョーカームード台無し。腹減った。うまいカレーが食いて。まったく君ってやつは。そうだ師匠、この前のパーティーの続きをしようぜ。カレーでパーティーだ。だったらクリームシチューパーティーじゃろ。ケーキパーティーがいい。フレンチフルコースだよ。トウモロコシパーティーがいいです。早速準備しましょう、ハッチさん。はい。あれ、そういえばシャドウさんたちは。大丈夫お兄ちゃん。ああ心配ない。これからどうしよう。さあな。じゃあさ、二人で世界中を旅して歩こう。お兄ちゃんの夢だったでしょ。そうだな、それもいい。けどあいつとは決着をつけないとな。今度は誰かの手下じゃなく、ただの怪盗同士として。大丈夫っすよね。当たり前だろ、あいつは俺のライバルだぜ。次こそ決着をつける。うん、影はやっと闇をから逃れたわけじゃな。そう、まさに輝く夜へようこそ。もうわしが痛かったのに。見つけたぞ怪盗だな。おっといかん、逃げろ。